どうも、こんばんは、ヤヌムです。今回は、東京グールリ、インボーク、ムツキ誕生日ガシャということで、12月14日、ムツキ、トールーの、誕生日来ましたね。キャラのイラストはかなり、オークションの時ですね。オークションの時、かなり可愛いキャラとなっております。見ていこう。武器耐久値、ちょっと今パッと目に入ったんですけど、低めですね。ただ、スキルがですね、こいつ、武器耐久値を6回復、マックスまで回復する、スキルを持ってるんで、3ターンの間、味方前衛の防御力2倍。2倍にし、毎ターン体力が 30% 回復する。再生状態になる。これ、あれかな？前衛のターン、あれかな？体力 30% 回復するのかな？ちょっと、書き方が微妙なんですけど、次のね、スキルが味方全員で武器耐久値を6回復するってなってるんで、どうなんだ？自分だけ、いや、でも、書き方的には味方全員にかかりそうだな。自分のって書いてないんで、多分味方全員の、体力が 30% 再生状態になるんでしょうか。それかなり強いですね。で、ダメージカット、ダブル S プラス、受けるダメージを 35%、勝った。硬いな、こいつ。防御力は400アップの、防御力ダウンを完全に防ぐ。もうガッチガチに硬いな。で、アタックポイント4アップ。チーム全体の体力がここでまた 30% アップするというね。めちゃめちゃ、これあれだな。チーム全員の体力回復量が 30% アップってこと。やっぱこれあれだね。スキル、全員にかかるってことだね。前衛か。全員にかかるってことですね。シフトで下げた時にも回復するんだけど、その回復量も 30% 上がるってことなんだろうか。サポートキャラ、かなり強いですね。武器耐久値を回復するキャラは、フェスゲンのトーカーかな、いたんだけど、ハイセは自分だけのね、武器耐久値を回復するんで、かなり強いんで、今回は、提供割合を見ると、ステップ3で、確定なんで、引こうかなと、はい、思います。確定枠までね、こいつ1体ちょっと確保しておこうかな。1体を、100% にするまで促進剤持ってるんで、一応。98ぐらいは持ってるんでね。次の占領戦来た時には、すぐに 100% にできるんで、来週からの占領戦でね、こいつ 100% にするか、誕生日 100% にするかで、迷っていきましょう。というわけで、確定枠まで行くぞ。ここで、1体って言わずね、2体なり、3体なり、4体なり、5体なり。5体はねえか。重装の時みたいに神引きはもう、しないだろうというね、ことですわ。ワンステップ目は、これで許してあげましょう。出てくれよ、頼むよ。さあ。そういうこともあるだろうと。ステップ3だし、ここで出てくれれば嬉しいですよね。2体ね。3体ね。プラスアルファ出てくれればかなり嬉しいけど。何よりイラストがいいからさ。なるほど。1体だけど。いいでしょう。イラストがね、かなりよろしいんで。ムツキね、俺クインクスの中でムツキ一番好きと言っても過言ではないんだけど、しかも覚醒した方のムツキめっちゃ好きなんだけどな。死んでも知らないからね。アニメではなかったんだけど、死んでも知らないからねのところ、めちゃくちゃアニメ楽しみにしてたんだけど、ちょっとカットされちゃってたね。あそこでね、ウリエが、なんて言ったんだっけ、そう思うだろう、これでいいかみたいな感じの、知らず班長って言ってたの。あそこの最後からのエンディングが、個人的にはアニメオリジナル、すごく良かったと思います。オリジナルだよね、あれ。記憶なかったんだけど、はい、ということで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。